あーそろそろ暖かくなってきたし春物のアウター欲しいなユニクロでちょっと調べてみようかなお春物のアウターたくさんあんじゃんでもたくさんありすぎてどれ買えばいいかわかんないなしかも今回新型も結構出てんな何買えばいいか誰か教えてくんないかな良ければ髪の毛ちょっともじゃもじゃで本当はハゲなんだけど AGA 治療して髪の毛増やしてるような YouTuber に教えてもらいたいんだけどなーと思ってるそこのあなた 私 MB が、えー、今日はユニクロの春の新作アウターぶった切りということで3アウター全てレビューしていこうと思います。はいというわけで今日はユニクロの春アウター新作3型紹介していこうと思います。 何気にですねユニクロの春アウター結構今回新作が出ております、えー、どれが当たりかどれが外れかジャッジしにくいところだと思うので今日は3型その中でもエりすぐりの3型をですね、えー、個人的にジャッジしていきたいと思いますので是非最後までご覧になってください私、えー、毎週日曜日 MV アイテム自分のオリジナルブランドのアイテムを毎週日曜日に発売しております えこの無料の YouTube で,ですね有益な情報を流してるのもそうって MV アイテムストアを見てくれるからこそでございます是非一度でいいので概要欄の MV アイテムストア URL 貼ってあると思いますので見ていただけると嬉しいですそれでは本編いってみましょうまず1つ目はこちらコットンパーカー4990円 こちらのレビューから進めていこうと思います、えー、僕は3色購入したんですけれども、えー、ちょっと見えやすいピンクを使って説明していこうと思います、えー、これも新作ですね2023年春夏の新しいデザインになっていると思いますまあ、ユニクロってなんだかんだ新作ありつつも まあ大,概大体どれも過去の,その展開していたものをちょっといじくって新作にしてるっていうパターンが多いんですけどこれに関してはあんまり例年見かけなかったアイテムだなというふうに思います。まあ 強いて言えば去年あの JW アンダーソンとユニクロのコラボで、まあ、こんなアイテムが出てたと記憶してますけれども基本的には完全新作のアイテムと言えるんじゃないでしょうかこれどんなアイテムかっていうとまずですねももはやシャツでですものすすのごい薄いい薄素材で作られていますこれねコットンパーカーっていう名前の通りなんですけどコットン100%の素材感になってますがただ触った感じとか風合いはリネンが入っててもおかしくないなっていう印象になっています。 実際ですねよーく見てみても相当生地触ってる僕もこれリネ入ってないんだってびっくりするぐらいコットンにしてはかなり薄手の素材になっていますで着用感としてはまあ、確かにアウターなんですけどもはやシャツぐらいのレベルの厚さになってますあの GU とかシャツよく厚手で出したりするんですけど GU の厚手シャツとかと比べるとこっちの方が薄手です結構薄い素材になっているので まアウターとしては頼りないえ逆に言うと夏まで使える薄さと言えると思いますだからデメリット的には今買っても多分今からじゃ全然使えないですまあ、インナーとして使うんだったらいいんですけどアウターとして使うにはあまりにも薄すぎるので これが着れるよう、実際に着れるようになるのはまあ、東京だと多分4月の中旬ぐらいじゃないかなと思いますし、逆に言うといつまで着れるかって言われると東京だと多分ですね夏の夜でも使えると思います。夏の夜にあの羽織として使って、これに短パン合わせるみたいな。コーディネートもありだと思います。で、それなんでそういうことを言うかっていうと、あの袖の部分が実はゴムになっていて。 ここれ着用すすするるると袖まくること袖、ま、くって固定することができるんできんねなのでまくって固定して短パンとかで合わせていわゆるそのフランスとかイタリアとかでこういうの短パンで合わせるそのビーチサイドの人とかいらっしゃると思いますけど完全にイメージですけど僕フランスのリゾート地には行ったことがないのでまあでも。 バリ,バリとかインドネシアとかでヨーロッパ系の人がまこういうのにマリンパーカーに短パンスイムショーツ合わせてこう素肌でこれ着てサングラスかけてるみたいなのはまあなんとなくイメージもついてる僕インドネシアは結構行ってたのでまあそういう人いたなっていうのは思い出せるのでまあそういうなんかリゾートっぽい夏の羽織として使うこともそう多分想定されてるんだと思います。でまあ、薄手のコットンととかっていうと あ薄手のコットンって安っぽく見えるよなって思う人もいると思うんですけどこれすごくこのアイテム説明が難しいんですよ、あのー、古着っぽい風合いでリネン感のある天然素材のコットンでこれ多分正直僕が見る限り結構いい生地使ってますしでジップの,その古着っぽいそのちょっと汗たような色も再現していたりだとかこの紐も えー、フードの紐とかも普通の紐よりもちょっと高級なものを使ってるし細かいところを見るとですねお洋服の作り的には結構頑張っていいいるとと思思うんですす素材感もいいと思いますただ普通に普通の人がお洋服にそこまで興味のない人がこれを買おうとした時に薄手でなんかペラペラしてて安っぽいなって思われる人がいてもおかしくないと思うのでこれを YouTube で多くの人に説明するのが極めて難しいと思います。 ただ古着がすごく好きとかそのユーズとヴィンテージが好きな人はこれかなりハマると思います僕もともと古着好きで古着のバイヤーも一時期やってたので かなり古着は詳しいんですけれども、まあ、そういう人が見たらあこれ本当に古着屋さんで売ってるイギリスの昔のマリンパーカーみたいだなってあのユニクロがやろうとしてることが分かるのでそれに惹かれて、まあ、コーディネートじゃあこういう風にすれば短パンショートパンツに夏こう袖まくって合わせるのがすごいかっこいいシャツ代わりに使うのがいけてるよなっていうのが、まあ、なんとなく出てくると思うんですけど普通に冒頭僕があの劇をした通り、あり「春のアウター探してます」で普通に着れるもの今から着れるものが いいなと思ってこれオンラインであ良さそうじゃんと思って買って手元に届いたらなんだこれペラペラじゃねえかダメだこれやみたいに思う人もいると思うからこれすごい説明難しいですだから、えー、簡単にまとめるとこれシャツの延長線上として考えてくださいだとすると多分ありだと思いますあのここういう風合いでこういうデザインのものってなかなか日本のブランド特に量販店はなかなかやらないと思うので ちょっと新しい発見だと思うし僕はすごくおすすめしたいでも春用のアウター探しでこれを買おうとするとなんかがっかりする人多いんじゃないかなというふうに思いますだからあくまで初夏 初夏とかあの春の終わりぐらいのアイテムとして考えた方がいいと思うのでユニクロさんそういう意味で発売時期これちょっっと早かったんじゃなないのかなと個人的には思っておりますただこの古着っぽいこのダスターな雰囲気ダスターカラーの雰囲気だったりとか本当にユニクロさんよくこれ頑張ってると思うし多分古着からあの着想されて実際に作られてると思うんですけどピンクカラーをやるのも本当にかっこ,いいと思いますこれにショートパンツとかすごくいけてると思うし。 あのまあ、マリンスタイルですよね色の展開の仕方もだいぶマリンを意識していて白じゃなくてこういうオフホワイトだったりとか黒じゃなくてこういうネイビーカラーを合わせたりだとかここにねなんかバスクシャツとか合わせて短パンとか合わせたりするとフレンチカジュアルですごくかっこいいなんか MHL とかマーガレット・ハールとか、まあ、あの辺のイメージが好きな方はすごくハマると思うんですけどすごく説明が難しいので、えー、65点とさせてください。 春物のアウター探しで手に取ろうと思うとあまりの薄さでびっくりすると思いますただ、えー、春の終わりぐらい、えー、夏の初めぐらいに着るシャツアウターとして考えるんだったら評価はかなり高いと思いますで65点僕気に入ってる割にかなり点数を落としてるのはもう一つ理由があって値段がちょっと高いです 4, 円 これね素材感見たら納得なんですよすごくいい天然素材のコットン使ってるから分かるんだけどこの薄さで4,990円かと思う人は多分かなり多いと思うので点数低めにさせていただきました。 えー、サイズ感に関しては僕1 7 5ンチ6 0今 6kg かな6 6キロ,キロで XL サイズを着てこのぐらいのサイズ感になります、えー、やっぱり着てみるとですねすごく僕,僕これ気に入ってるんですけれどもどれだけこの魅力が動画でで伝えられるかすすごく難しいです実際イベントとか僕最近毎月やってるのでイベントでもし僕と会ったらですねミシさコットンパーカー本当のところどうなんですかって聞いてもらえればもうめちゃくちゃ強くあの直でお,お教えしますんであれ本当はすごくいい ですよみたいなすごくいいんだけどちょっと多分薄すぎて多分分かってもらえないから点数低めにしたんですよっていうのを熱く語ろうと思いますのでぜひリアルにあったら聞いてみてくださいそして2つ目ユーティリティデニムジャケットコッッットトンンリネンセットアップ化の 5, 円でございます、えー、ユーティリティィリジャケット、まあいわゆるカバーオールですねよくあるよねこれね毎年あのユニクロがやってるカバーオールですけれどもあの g ジャンとカバーオール違い かかりますかね、G、これから後で紹介するのがいわゆる G ジャンですけれども丈が短いワークジャケットですけれどもカバーオールの方はですねミドル丈ぐらいになっていてシャツ襟がついているようなこういうジャケットタイプのことをカバーオーオルって言いますねアメリカとか、まあ、ヨーロッパもそうだけど、まあ、ショップスタッフだったりとかガソリンスタンドの店員さんとかが着るようなワークウェアがこの持ってい あのカバーオールの原型ですけれどもカバーオーオルは毎年毎年ユニクロ必ず作っていて毎年毎年そこそこいい出来に仕上がってると思いますが、まあ、インディゴがねそもそもデニム素材っていうのがユニクロの得意アイテムですからあんまり外さないアイテムだと思うんですけど正直ですね今回のこのカバーオールが僕は僕の目からするとユニクロ史上過去最高の傑作じゃないかなというふうに思います。これ、ね、完全にビンテージですね 今までユニクロのカバーオールってちょっといい子ちゃんな感じで作ってたんですよ分厚いデニム素材で、まあ、長くてタフで着れるストレッチ性があって、まあ、誰が着てもまあまあそこそこの満足度を与えられるみたいな本当にいい子ちゃんな素材だったとあい,い作りだったと思うんですけど今回完全に服好きにあの寄せてきてる気がしますね。スストトレレッッチチが,っつりがっちりしてて耐久性性高いんだけどストレッチ性があって もう誰が着ても長く使えてあの動きにくくなくて喜べるみたいなところを捨ててですねコットンとリネンのこん棒でこの柔らかい風合いになっていて先ほどもちょっと言った通りなんだけど少し薄手になってます例年よりもかなり薄手ですねで軽くて薄手でこの使い込んだ古着の風合いみたいなものをリネンで再現してるんですけどこれが本当にかっこいい ただあの今までこのカバーオールユニクロのカバーオールを支持してきた人たちからするともしかしたら。 今年は生生地地がが薄くなって生地が痩せちゃってちょっとユニクロをあのなんかサボってんじゃねえかみたいなストレッチ性がなくなったから動きにくいとか言われる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんけども服付きの方面ににに寄せててててるっっいいいううととところに関ししはは僕はちょっと評価してあげたいなというふうに思いますあのステッチワークもかなり凝っていて基本的にこういうカバーオールのステッチっていうのは耐久性を出すためにダブルステッチトリプルステッチっていうものを使います。 あの2本針3本針と呼ばれるミシンでですねあの針を。 針い分かりやすく言うとここ見てもらうと分かるんですけどこの縫い合わせの部分、まあ、うどういうとこでもいいですけど縫い合わせされてる部分がこうあると思うんですけどこの縫い合わせの部分が2本のステッチが同時に平行して走ってるんですよ。でこれ3本針カーハートとかのカバーオール厚手のものとかあと3本針だったりするんですけどこれ2本針になってます。で2本本針針とか3本針で耐久性を高くししてがっしり、あのー ステッチングするっていいうううののがこういうワークウェアの大きな特徴だしデザイン上のポイントにもなってるんですけれどもこのダブルステッチをですね2本針のステッチを幅を短くしてるんですよ。ステッチの幅ってあるじゃないですかこう2本同時並行でこう縫ってるわけなんですけど幅が広いとよりワークっぽい印象が出てくるんですねトリプルステッチとかもそうなんですけどでこれあの今回2本針のものを だいぶ幅狭くしているので、同じカバーオールでもちょっとミニマルな印象になるように仕上げているんですね。で、ボタンとかも今までのユニクロのボタンと比べるとかなり古着を意識した、えー、デザインと素材になってます。あの変に高見えさせようと思っていいボタン最近使ってたりしてましたけど、ユニクロ。そうじゃなくて、もうヴィンテージをかなり意識して、まあ、80年代とか70年代とかのヴィンテージにあるような、えー、こういうプラスチックのですね、あのああえて安っぽいようなボタンを。 あの選んでるような気がしますねでステッチングもこだわってるしこの風合いもリネンをわざわざ入れて落ち感のあるような軽めのくたびれたようなデニムのカバーオールに仕上げていてこれ本当に普通に並んでたら例えばユナイテッド・アローズとかで23万ぐらいで、まあ、ヴィンテージ風カバーオールみたいに売られてても全然おかしくないです。てかむしろなんかこう僕マルジェラが好きですけどマルジェラとかでやってても全然おかしくないんじゃないっていうぐらい。 あのデニムのクオリティも高いしこの世界観の作り方も全く嘘くさくないパーツ類だったりとかこういうステッチングだったりとかももう本当に古着でありそうなんだけどサイズ感は今のサイズ感にされてるから本当の古着よりもやっぱりかっこよく見えるでも風合いは古着そのままだからパーツも古着そのままに近いから嘘っぽさがないっていうところでこれ本当にいいデザインだなというふうに評価したいと思います。 でインディゴだけじゃなくて今回ブリーチをかけた白のデニムも展開しているんですけど。 こちらの風合いも非常に綺麗ですね、えー、全部で3色展開でブルーとホワイトとあと濃いめのブルーも展開してるんですけどせっかくこの古着っぽいコットンリネンの風合いなのであれば個人的には僕は暗い色よりもこういうちょっと明るめのインディゴか、えー、白どちらかを選ぶべきじゃないかなという風うには思っています物としての見え方だとこの2色がいいかなという風には思いますねまあ,あの濃いインディゴの色はどうしても欲しいあの自分の持ってるアイテム上どうしても欲しいっていう人もいらっしゃる と思うのであるなんですけどパーツ類はですね基本に忠実ですね3つポケットがフロントについていて、えー、裏地は何もついてないので内、えー、ポケモン特に存在しないですね、えー、カフスがあります、えー、あと背中はですねちょっと広めの洋着で一枚布で作られています、まあ、この背中のところ肩のところはラグラン袖になっているのでオーバーサイズで着てもですね、まあ、そんなにダボダボするような仕様じゃなく肩もしっかり落ちるようなデザインになっていますでこれ値段がですね5990円 この辺もちょっと難しいんだよなやっぱり例年のデニムのカバーオールと比べるとちょっと薄手になっていて値段が5,990円なんでこれをどう解釈するかっていうのは人それぞれ結構難しいところだと思うんですけど正直いつものストレッチが入ってるあのウレタンが入ってる あのデニム厚手のデニムって僕正直あれって安っっっっぽいなててずっと思ってたんですよで,でもユニクロの価格からするとまあ,あれぐらいで十分高見えって言えると思うしまあいいんじゃないかなと思ってたけど今回さらに高く見せてきたので僕はすごく評価したいんだけど厚さがちょっとこう頼りなくなっちゃったっていうことで低評価をつけられる方もいらっしゃると思うので100点はなかなかつけられないなということで今回90点とさせてください。 ヴィンテージさながらの素材感ヴィンテージさながらのボタン使いとかディティールでなおかつシルエットとステッチングをミニマルに仕上げているところ。 この辺本当にいいバランスで作ってると思います素晴らしいアイテムだと思いますさあ続いてデニムジャケット最後ですねデニムジャケット4990円こちらのアイテムレビューしていきます、えー、これに関してはですね去年も YouTube で散々語ったところなのであんまり長く喋らないようにしようかなというふうに思ってるんですけど去年やってオンラインストアでは完売がだいぶ早かったと思いますで確か再生産して再入荷したんじゃなかったかな で今回だから、えー、と2回目なのか3回目ぐらいの再生産再販売になってるんじゃないのかなというふうに思います色も、えー、と去年と比べると増えてると思いますね色のカラ,カラーのバリエーションビッグサイズの G ジャンが今トレンドですけれどもビッグサイズの G ジャンを作る時にファーストモデルをチョイスしてるのが、まあ、実にユニクロらしいこだわりだなというふうに思いますあのリーバイスってファーストセカンドサードフォースといろいろ型があるんですけれども一番サイズ感が大きいのって初期のモデルリーバイスのファーストモデルなんですね で,す、ね、でファーストモデルはこのアシンメトリーのデザインになっていてポケットが片側にしかないでポケットが両側初めてついたのがセカンドモデルからなんですけどファーストモデルが一番サイズ感が大きくてこのデザインになってますだからまあどこまでこだわるかっていうのは難しいデザイナーのこう考え方次第なんですけどサードモデルでビッグサイズっていうのはまあなんかちぐはぐに感じる人ももしかしたらいるかも別に、まあ、悪いわけじゃない。例えば、えー、とバレンシアガとかも えー、サードモデルのデザインでビッグサイズとか作ってるから絶対悪いわけじゃ全くないし僕もサードモデルのビッグサイズのジージャン好きだから着てるけど、まあ、ユニクロさんって割とその洋服の歴史デザインの歴史とかを考えて作るタイプなんですよシャツとか見てもデニムとか見てもそれはあの感じ取れるんですけれどもビッグサイズのジージャンだったらファーストだよねっていうところでファーストをコピーして作ってるのは 面白いなといあの、ちゃんとこう理にかなってるなとは思うので、まあ、ユニクロさんなりのこだわりをすごく感じるところだと思いますで色味もですねあの貝原の素材で色落としてるのであの非常にそのクオリティも高いですしあの風合いも綺麗ですヴィンテージデニムみたいなちゃんとした風合いになってますしパーツ類もですねドーナツボタンになってますこのドーナツボタンが使っていくとすごいいい味出るんですよドーナツボタン使っていくとへこんだりとかこすれて輝きが出てきたりとか。 本当使い込む楽しさもあると思うのでこの辺も評価できるポイントじゃないかなというふうに思いますあとは背中がですね少し膨れるようなデザインになっているのがファーストモデルの大きな特徴でそれも再現してありますで背中がぷくっと膨れるとちょっとこう襟を抜いて着るような あの抜き襟のシルエットが作れる、まあ、バレンシアガとか得意ですけれども、まあ、レディストガーとそういう着こなしするされる人すごく多いですけど抜き襟のシルエットが作れるのでこの背中の膨らみもファーストモデルの魅力の大きな一つなのでその辺も楽しめるというところが、まあ、大きなメリットになってるかなとは思います、まあ、あえてあの悪いところを言うのであれば僕はこれストレッチデリムにするべきではないとずっとあの去年から言ってます。えー、大きいいいサイズのモデルでででこれスストトレレッッチチ性が必要とう人あんまいないと思うんまな思すよね すると色の出方だったりとか洗いをかけた時にこういうヨレが出るんですよヨレが不自然に出るんですねパッカリングみたいなのがパッカリングとはまたちょっと違うんだけどヨレがちょっと不自然に出ちゃうので 得意のセルビッチデニムとかもっとあのコットン100のデニムとかで仕上げた方がこういう色落ちのデニム G ジャンに関してはもっともっとかっこよくなるのになってこういうこのボコボコしたストレッチデニム特有のこのポコポコ感が僕はなんかちょっとやっぱり嘘くさいなと思っちゃうのでなんかせっかくここまで作ってくれるんだったらコットン100のインディゴで作ってくれた方が 僕はいいのになとはちょっと思っちゃいましたけど、まあ、多分これは服好きだけの,あの感想だと思うので、まあ、普通の人はストレッチが入ってる方がまあ動きやすいからいいなポチってこうやってくれると思うから、まあ、ユニクロのジャッジが正しいとは思うけど個人的にはあのコットン100のデニムの方がいいのになと思いましたその辺勘案して今回は85点とさせてくださいあの去年紹介した時よりも点数下がってると思うんですけど あの去年ととと比べると変更点がほとんどないんですよなのでユニクロさん結構毎年毎年定番で出すものも必ずアップデートポイントを作ってくれるんですけれども今回そんなに目新しいものがなかったのであのできればもうちょっとユニクロさんだったらあのマイナーチェンジしてですねよりいいものを作ってほしかったなとは思うのでその辺の期待も込めて少し低めに設定させていただきました。はいというわけで今日は春のアウター新作ユニクロ春のアウター新作3個紹介させていただきました。個人的にはねこのコットンパー すごくおすすめしたいんですけどなかなか伝わりにくいところ。 でもこれどうせ多分売れないと思うんであの夏のスタイルであの買ってもいいんじゃないかなと思いますショートパンツとかに合わせるとすごいイけてると思いますのでぜひチェックしてみてくださいロンハーマンとか着る人多分好きなんじゃないロンハーマンとか着る人こ,うこれにさモコモコの短パンとか出してるブランドあるじゃんなんだっけ名前出てこないけどああんだっけごめんなさい忘れちゃったなんとかドリームえまあいいやとか合わせてあげたりすると <laughs> グラミチとかでもいいけど合わせてあげたりするといいと思いますはい私 YouTube メンバーシップやっておりますメンバーシップではユニクロ GU 以上の装をのって言とあれだなまあいっかハイブランドだったりとかラグジュアリーブランドだったりとか、えー、ファッションの歴史デザイナーの系譜などなどディープな話をしております1回登録すると、えー、今まで配信された100個以上の動画を全て見ることができるのでかなりお得なサービスとなっています概要欄の方メンバーになるボタンでぜひチェックしてみてくださいそれではまたお会いしましょう MB でしたバイバイ